ではここからは今日の川崎競馬を振り返ります。第1レースからご覧ください。枠入り完了、スタートしました。6頭のデビュー戦、スパーキングデビュー新馬、好スタート2番ライズゾーン、4番のラーテルが2番手、外を押しながら6番逆転を前に並びかけて、差がなく5番のスマイルフォーユー、前は4頭が並んだ格好で1コーナーへと入っていきます。続いて1番ナリノルル、1頭離れたのが3番モンゲーチャンスです。前の5頭が固まって残り 1000m を切りました。先頭に立ったのは2番ライズゾーンですが、リードは体半分、2、3番手差のない体勢で並びかけます。4番ラーテル、6番逆転王、この後ろ1馬身でここも2頭並びました。5番スマイルフォーユーのうちに1番ナリノルル、6番の逆転王は少し遅れ始まって3番手グループの外となりました。離れたのは3番のモンゲーチャンスしんがりです。 600m 切りました。前は2頭が少し3番手を離す展開になっています。先頭2番ライズゾーン、並んで4番ラーテル、2頭の後ろは3馬身差、1番ナリノルル押しながら3番手、4番手がさらに離れました。5番スマイルフォーユー、6番逆転王、3番モンゲーチャンスしんがりです。前2頭が並んで3番手を離した格好直線です。外4番ラーテル、内2番ライズゾーン、2頭の争い、1番ナリノルルが3番手懸命に前との差を詰めてくる。先頭ここで4番ラーテル、2番ライズゾーン粘っていますが2番手、これに接近は1番ナリノルル、ナリノルルが外から2番手に上がって先頭を追ってくる。しかし先頭は4番ラーテル、ゴリン。払い戻し金です。第1レースはサラ系2歳新馬戦、勝ったのは4番のラーテル、ビッグアーサー3区の馬場です。鞍上は森タイト騎手、レースタイム1分33秒3でした。枠入り完了、スタートしました。少しばらついた飛び出し、高ダッシュは6番雪国、押しながら先手を取っていきます。5番天の弱と1番クオーレ、2番手3番手前を追って、7番のアズーロネロ巻き返すように今4番手まで押し上げました。続いて4番キャップ、1コーナー後方からの競馬、離れて3番エース、2番信頼ドリームです。ゴールまで残り 1000m を切りました。先団固まっていますが、わずかに先頭6番雪国、体半分差5番の天の弱2番手、1馬身差の3番手1番クオーレ、外並びかけて7番アズーロネロ、あとは少し切れまして2馬身半差4番キャップ押しています。さらに切れて3番エース、しんがりから2番信頼ドリームです。前の方が次第に固まってきました。600を切っています。先頭6番雪国、1馬身弱の差、2、3番手並んで5番天の弱と7番アズーロネロ、前に迫ります。3頭の後ろが離れ始めました。3馬身差1番クオーレ4番手、5番手さらに遅れて4番キャップ、後方から追い上げるのは2番信頼ドリーム、3番エースです。4コーナーから直線、前は2頭並んで後続を離しました。先頭6番雪国、追って7番アズーロネロ2番手、離れた3番手外から1番クオーレ上がってきた、あとは追い込む4番キャップと2番の信頼ドリーム、先頭は突き放して6番雪国、7番アズーロネロ2番手です。6番の雪国先頭でゴリン。払い戻し金です。第2レースを勝ったのは6番の雪国、デビュー戦を勝利しました。鞍上は伊藤博人騎手、レースタイム1分32秒3でした。第3レース、スタートしました。好スタート3番アッデプランタン、出口が入ります。先行体制ですが、内を見ながら11番シンキングカーブ先に行きます。押しながら5番の競泳チャリスが先頭に迫って、3番手につけたのが12番カルミア、このうちに3番アッデプランタンです。この後ろ中段に1番デンバー、並んで6番スズランの花束、それからこの外7番ズーパー前を追って、続いて2番ユカリンです。後方もあまり差がありません。これから向こう正面、先頭取り切った11番シンキングカーブ、リード4分の3馬身、2番手12番カルミア、1馬身差3番手、内に5番競泳チャリス、外から迫って6番スズランの花束、ここで上がっていきます。2馬身後ろ、外から前を追って7番ズーパー、内には3番アレプランタンで、中段1番デンバー、2番ユカリン、接近並んでいく4番のエドノプレミアム、
少し離れました追い上げる10番バジガクフローレス、この外に8番世界のアベマル、3コーナーを迎えています。逃げている11番シンキングカーブ、リード少し広がって1馬身半400を切りました。2番手手が動き始めて12番カルミア、3、4番手ムチが飛んでいる6番スズランの花束、並んで5番競泳チャリス、直線です。先頭は11番シンキングカーブ、リード2馬身半3馬身と広がっています。12番カルミア2番手、前をもう一度追ってくる3番手6番スズランの花束、これが2番手に接近、あとは追ってくる10番バジガクフローレス、1番デンバー、先頭は大きく突き放してシンキングカーブ、ゴールイン。2番払い戻し金です。第3レースを勝ったのは11番のシンキングカーブ、デビュー2000名初勝利です。鞍上は町田直樹騎手、レースタイム1分33秒2でした。ゲートイン完了、スタートしました。まずは4番ゴールデンルート好スタート、そのまま花を伺います。少し押しながら8番パレス将軍がこれに迫ってきました。3番手の一線に11番ミッキーレジェンド、内には5番リュクスコンドル、この後ろ中段に12番ロイヤルアイザック、3番セイウングラッパ、7番ファンタジーノベルト追走、後方固まって1番ムサシフィールド、2番エムちゃん、10番ステップアップ差がありません。さらに後ろから9番ネオエンジェル、6番エクストリームシンガリです。線を切りました、やや縦長、前は2頭並んで先行、4番ゴールデンルートの外に8番パレス将軍、これに迫るのは11番ミッキーレジェンド3番手、内体半分差5番リュクスコンドル4番手、やや迫って12番ロイヤルアイザック、この後ろ中段少しばらけまして3番セイウングラッパ、1番ムサシフィールド、2番エムちゃんと続いています。後方グループ離れた位置に固まって10番ステップアップ、6番エクストリーム、少し離れたのが7番ファンタジーノベルト、9番ネオエンジェル、前は3コーナー先段3頭並んできました。4番ゴールデンルート、8番パレス将軍、そして11番ミッキーレジェンド、ここで11番ミッキーレジェンド、内2頭を捉えて先頭に変わりました。4番手から追ってくるのが5番のリュクスコンドル、それから12番ロイヤルアイザック、直線です。先頭11番ミッキーレジェンド、突き放す、リード2馬身一気に広げました。4番ゴールデンルート、2番手粘るところ、外から追ってくる5番のリュクスコンドル、12番ロイヤルアイザック、内の方から1番ムサシフィールドも突っ込んでくる、2番手以下横に広がった、先頭はミッキーレジェンド、ゴールイン。払い戻し金です。第4レースを勝ったのは11番のミッキーレジェンド、デビュー2000名初勝利です。鞍上は笹川翼騎手、レースタイム1分37秒3でした。係員が離れて枠入り完了、スタートしました。内の方から1番レッドシャドウ、2番コパノカーニバル出てきますが、外目を押して9番ビバルトが前、9番ビバルト花を奪っていきます。2番コパノカーニバル2番手のうち、外に10番ユラニュス並んで、この後ろに4番ウォーターリリー4番手、あと外目から11番ハクサンナデシコ、12番競泳レガード続いて1番レッドシャドウ、この後ろ後方少し離れてばらけました。向こう上面です。先手9番ビバルト、リード1馬身、10番ユラニュスが2番手、1馬身差、2番コパノカーニバルは外目の3番手、内に並んで4番ウォーターリリー、この後ろが1段で追い上げる12番競泳レガード、差がなく11番ハクサンナデシコ、1番レッドシャドウ、接近5番ドルドルエイト、後方勢やや開いて6番モエレレジェンドの内に7番グランピー、それから8番のラウズアップが続きまして1頭離れました、3番シェナモエギシンガリです。前の方固まって3コーナー、先頭9番ビバルトに迫ってきたのは2番コパノカーニバル、2頭の差は4分の3馬身ぐらい、内から4番ウォーターリリーが追ってくる、この後ろに12番競泳レガード続いて4コーナーから直線、後方勢も差がありません。追い上げるのは5番のドルドルエイト、今度は2番コパノカーニバル先頭ですが、内と外から追ってくる、外5番ドルドルエイト、内から4番ウォーターリリー、外から5番ドルドルエイト先頭に変わった、4番ウォーターリリーが内から追いすがってくる、2番のコパノカーニバルが3番手、前は4番ウォーターリリー、5番ドルドルエイト並んでゴールイン。払い戻し金です。第5レースを勝ったのは5番のドルドルエイト、前走に続き連勝です。鞍上の笹川翼騎手も4レースに続き連勝となりました。レースタイム1分32秒2でした。
ゲートイン完了、スタートしました。押しています3番のオーソーラブリー、他の出方を見ていますが、外から迫るのは10番ノーブルアトラス、さらに外11番グローリアスボレロ行きました。先手は11番グローリアスボレロ、前3頭の後ろ4番手の一線に4番エメラルストロング、8番のハーモニーアベル、内から1番のブルベアベージュ、差がありません。この後ろ中段に2番西のマッハ、6番オーシャンウィンド、12番ロードリック、後方少しばらけました。これから向こう正面、11番グローリアスボレロ、花を主張してリード1馬身半です。2番手に3番オーソーラブリー、この外並んで10番ノーブルアトラス、2頭が前に迫りまして、4番手集団、1番ブルベアベージュの外から追い上げる8番ハーモニーアベル、差がなく4番エメラルストロング、さらには2番西のマッハ、後方少し離れまして12番ロードリックの内、追い上げる9番シュメッターリング、外上がっていく5番の電光メジャーで、このグループの後ろに6番オーシャンウィンド、7番サンベリーにしんがり。3コーナー前は3頭一団ですが、逃げている11番グローリアスボレロが先頭、2、3番手手が動き始めて、3番オーソーラブリー、10番ノーブルアトラス、内から接近1番ブルベアベージュ、直後に4番エメラルストロング、直線です。先頭11番グローリアスボレロ、外から追ってくる3番オーソーラブリー、2頭の間に1番ブルベアベージュ、外伸びるのは4番エメラルストロング、さらに10番ノーブルアトラス、先頭は11番グローリアスボレロ、リード2馬身半キープ、2番手争い2頭接戦、グローリアスボレロ先頭でゴールイン。払い戻し金です。第6レースを勝ったのは11番のグローリアスボレロ、川崎コース初勝利です。鞍上本田正重騎手、レースタイム1分31秒7でした。収まってゲートイン完了、スタートしました。まず押して11番ミトノマジック、広がって8番ゴッドオブロンドン、7番スノープリンセス、内側5番クリムゾンオーダー、その後からは12番ゴールドレガーメ、インコースは2番のオールファースト、先段の後ろ1馬身差、中段から9番サマーロイヤル、4番エスプリブルース、以下一段です。10番エクセルレジェンド、この圏内6番トップフェイス、1番シェーンシュタット、3番ビギニングドリーム、後方追走しています。前は3コーナーカーブに入っています。先頭が7番スノープリンセスが抜けて、リードは2馬身くらい、8番ゴッドオブロンドンが2番手、そして3番手の外目12番ゴールドデガーメ、4コーナーカーブから直線、後ろ11番ミトノマジック、内を狙って5番のクリムゾンオーダー、2番手以下は広がっています。突き放すのは7番スノープリンセス、リードは3馬身から4馬身、2番手争い内から5番のクリムゾンオーダー、単独の2番手に上がってきて、8番ゴッドオブロンドンが3番手、迫るオールファースト、先頭はスノープリンセス、ゴーリン。払い戻し金です。第7レースを勝ったのは7番のスノープリンセス、人気に応えました。鞍上は山崎誠司騎手、レースタイム53秒9でした。入ってゲートイン完了、スタートしました。前は2番のムーランアジュール、出ムチが入ります。追っていくのは8番ハンデンディオーネ、ハンデンディオーネの方が前、さらには12番のエルファシル、3頭固まって先行争いとなりました。その後はやや切れて3番ピースフルエンゼル、5番のシュガーダディ、一歩前に行った7番ウィンオーサム、続いて9番東亜琥珀です。2コーナーカーブに入っています。先頭は8番ハンデンディオーネ、リードは2馬身、2番のムーランアジュール、2番手です。3番手12番エルファシル、このあと4番手に上がってくる9番東亜琥珀、向こう正面中間、1馬身半差、7番ウィンオーソム、並ぶ3番ピースフルエンゼル、さらに1馬身半で1番のリンドウ、2馬身相手5番のシュガーダディ、後方は4番のシェナホープ、内から押し上げて外を通って6番ハーモニーレグルス、さらに後方から10番フォートレスヒル、11番エリオット、最後方追走です。3コーナーカーブに入っています。先頭は8番ハンデンディオーネ、リードを体半分、12番エルファシル、並んで3、4コーナー中間から4コーナー2頭後ろを離します。離れた3番手に2番のムーランアジュール、4コーナーカーブから直線、その後から9番東亜琥珀、1番のリンドウが追い上げてきている、後ろからは4番シノホープも追い込み態勢です。先頭変わって12番エルファシル、これに迫ってくる2番ムーランアジュール、1番リンドウ、さらには4番のシノホープ、うちうちついて追い上げてくるのは7番のウィンオーサム、前は12番エルファシル、1番のリンドウ、並んでゴーリン。払い戻し金です。第8レースを勝ったのは12番のエルファシル、
デビュー15戦目初勝利となりました。鞍上矢野孝之騎手、レースタイム1分30秒5でした。今収まってスタートしました。少し11番さやの1番が後ろからになります。前は押して5番ぜひに及ばず、6番ブルベアベルで4枠2頭を飛び出します。追って追っつけて9番のスターリーアイズが一気に2頭の前に出ていく構え。しかし内抵抗は5番のぜひに及ばず、2頭並んで後ろを離します。離れた3番手になった6番ブルベアベルで、並びかけて2番のアークリオーソ、1番アールブリッツ1コーナー、差がなく10番ロッサーモーレ、その後2馬身差4番ヒトナードリーム中段で続いて各馬2コーナーカーブに入っていきます。先頭は5番ぜひに及ばず、リードは1馬身、9番スターリーアイズが2番手、2馬身差3番でグループ固まってきました。2番アークリオーソ、6番ブルベアベルで、差がなく10番ロッサーモーレ、1番アールブリッツ、向こう上面の中間へ、1馬身差12番ミナミンに、4番のヒトナードリーム中段、差を詰めて7番 JK エピファ外から上がっていきました。続いて13番ナンノコレシキ、内側に8番イグドラシル、2馬身差中段後ろ、3番ブライトアクトレス、11番サヤノ1番、3馬身から4馬身あって14番アイエンジェルが最後方です。3コーナーカーブに入っていきました。前の方固まってきて、先頭5番ぜひに及ばず、外から差を詰めていって一気に前に出ていく10番ロッサーモーレ、さらには2番のアークリオーソ、2頭が前に出て4コーナーカーブ、さらに後ろから12番ミナミン追い上げて直線コースに入りました。内はぜひに及ばずこらえて4頭広がっての追い比べ、その後は2馬身差7番 JK エピファ、さらにはイグドラシルが追っている。前の争いは12番のミナミン、ミナミンが外から前に出ました。内側2番アークリオーソ、ぜひに及ばず接戦、先頭はミナミン合輪。払い戻し金です。第9レースを勝ったのは12番のミナミン。2019年8月のデビュー戦以来久々の勝利となりました。鞍上の小林夏香騎手は地元川崎ではこれが初勝利です。おめでとうございます。レースタイム1分44秒4でした。今収まってゲートイン完了、スタートしました。前は4番マットシェリー、これを追って5番の新時代、内から1番ビリーブインミー、さらには6番トリプルフォー、7番イクノミライ、9番タツノマッハ行為固まります。1馬身差12番アスカリ、この後に8番のアングラン、下がっていく5番の新時代に接近する11番 K.I. テリ3コーナーカーブ、後ろは3番ラブミージュニア、2番のゴールデンオパール、10番マイネルバトゥータ最後方です。3、4コーナー中間を過ぎて4コーナーカーブ、先頭4番マットシェリー、ついていく9番タツノマッハ、3番手からは12番のアスカリ外、4コーナーカーブから直線、内側トリプルフォーに、さらには1番ビリーブインミーを追っています。粘っている4番マットシェリー、並んで9番タツノマッハ、2頭の追い比べに内から迫って1番ビリーブインミー、あとは外から6番トリプルフォー、12番アスカリも追っている。先頭4番のマットシェリーが粘り切った、4番マットシェリー合輪。払い戻し金です。第10レースを勝ったのは4番のマットシェリー、鞍上は神岡澄騎手、レースタイム53秒6でした。収まってゲートイン完了、スタートしました。前は12番キモンルビー、11番エンテレケイヤ、内の方2番ファントムバレット、1番ルイジアンナ、3番プリモジョーカー固まって先団を形成していきます。その後から7番のシャドウハンター追走、差を詰めて6番博愛ブラック、10番長田ブラック、8番エラスムス、続いて4馬身5馬身相手5番こういう黒がよか最後方追走です。3、4コーナー中間、先頭は2番ファントムバレット、リードは1馬身、12番キモンルビー2番手、3番手3番プリモジョーカーに外から迫って11番エンテレケイヤ、4コーナーカーブから直線、間は4番ダンディーボーグです。先頭は2番のファントムバレット、リードは1馬身半、追って追って12番キモンルビーですが、その差を詰め切れるかどうか。3番手からは11番エンテレケイヤを追っている。4番手以降はやや離れました。2番ファントムバレット押し切って合輪。払い戻し金です。メインレースを勝ったのは2番のファントムバレット、これで川崎 900m 戦を3連勝としています。鞍上の矢野孝之騎手は今日2勝目、レースタイム52秒9でした。
入って準備完了。スタートしました。真ん中8番ネイチャーラブリー、この外側で9番アーティフィス、押して出ていこうとしています。内からは1番のカッチョエペペ、これも後位に取り付いて、さらに外から14番イーベンホルツ、先頭のアーティフィスに並んでいきました。先段の一角に10番レッドスパロー、1馬身半差、6番カバート、中段に2番ベルウッドアサヒ、4番ウィンベサント、1コーナーカーブ、この後から11番ケリービーラッシュ、内を通って7番キラキラオーダ、外側13番アドベントイブ、前は2コーナーカーブに入っていきました。先頭9番アーティフィス、リードは体半分、14番イーベンホルツが2番手、2馬身半とあって3番手グループ、8番ネイチャーラブリー、10番レッドスパロー、内1番カッチョエペペ、その後は3馬身差、6番カバート、内並んで2番ベルータアサヒ、間追走4番ウィンベサントが中段で、中段よりも後ろから5番名称総合、11番ケリービーラッシュ、押しながら追走で1馬身半差、13番アドベントイブ、2馬身開いて後方は12番ワンダーダイカネン、7番キラキラオーダ、ポジションを下げて外から並んでいった3番セラストラートです。3コーナーカーブに入っています。先頭は9番アーティフィス、リードは体半分変わりません。14番イーベンホルツ2番手、差を詰めて10番レッドスパロー、外から進出、4番手インに1番カッチョエペペ、4コーナーカーブ直線コースに入りました。9番アーティフィス粘っている、追っているイーベンホルツ、その後から追い上げてくる5番の名称荘厳と、内をついては1番カッチョエペペ、外からは2番のベルウッドアザヒも伸びてくる、さらには10番のレッドスパローもしぶとく足を繰り出している、粘る粘る9番のアーティフィス、アーティフィス粘り切って合輪。払い戻し金です。最終レースを勝ったのは9番のアーティフィス、鞍上山崎誠二騎手は今日2勝目です。レースタイム1分36秒4でした。以上、今日の川崎競馬を振り返りました。